次は僕たち全員なんでバック側で何台やっていきたいと思います。イエスター。いいね、その後輩感出してる。イエスター後輩なんで。前側のランダでは逆クロスでは何を意識してやってるの？特に逆クロスの方だとバックで打つ機会が多くなるんですけど、実際の試合では逆クロスで打つ場合っていうのは特にレシーブが多いと思うので、うん、レシーブで意識してるのも、ランダで意識してるのも結構同じことで、こう差し込まれないように体が、体重が後ろに残ってこうやって体が開いたような打ち方にならないように、できるだけ自分で肩入れて前に前にっていうような意識を持って、特に逆クロスのランダーはしてます。特に逆クロスのバックだと、ドライブ回転をこうボールの外からかけることで、相手をコートからこう弾き出すようなボールにもなったりするので、ボールの回転とかっていうのもちょっと意識しながらやっていくと、また、より違ったボールになってくるんじゃないかなと思います。まあ主にそういったことを気にしながらランダしてモース。死に方雑だね。宮城県の国体チームの時ランダーパートナーだったから、今回はいや本当にランダーが帰ってこなかったんですよ。今回僕がやっつけたいと思います。本当に。
ちょっと